ということでね、はい、はい、まあ見せ物小屋のランキング、うん、まあ見せ物小屋のランキングっていうか、見せ物小屋のそうですね、フリークスたちのフリークスのランキング、はい、うん、っていうことでしたけど、うん、まあね、ちょっと結構キワキワの内容だと思いますけど ね、 まあね、これはこれで、うんうんうん、まあということでね、うん、まあ僕の方は、はいはい、何やろうかなっていうことなんですけども、うん、結構久しぶりになるかなっていう企画をやろうかなと思いますんで、うん、いきますよ、はい、岸本誠の立ち入り禁止。はい、確かに確かに何確かに確かに、その久々だな、あ、久々感の話ね、うん、うん、そうなんですよ、うん、まあね、あのこの企画はですね、ちょっと久しぶりなんですけれども、はいはい、まあ、僕がね、うん、あのあまりこの世界には立ち入っちゃいけないよっていうところとか、うん、まあ、場所だとか、うん、まあ裏社会のね、うん、こういうところに入るとあなたの身も危険になりますよ、はい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 、みたいなこととかをこうちょっと話していくっていうようなコーナーで、うん、まあ、ちょっと重めの内容が多いっていうことで ね、評判なんですけれども、岸本印のキープアウトそうですね、まあそうですね、うん、過去にもね結構いろいろやってきたんですけども、うん、今回はねちょっと、うん、海外のお話をしようかなと思いまして、はいはい、ズバリ、うん、ちょっとハンティングの話をしようかなと思って、ハンティング、うん、ハンティング、うん、あのキャンドハンティング、ハンティングがあるんですけど、キャンドハンティング、キャンドハンティングっていうの知ってますかね、うんうん、いや聞いたことない、聞いたことないですよ、キャンドハンティング、うん、これどういうものかって言いますと、うん、まあ南アフリカとかで、うん、ライオンとかヌーっていう野生動物いるじゃないですか、うん、をまあ、あの狩猟するんですよ、うん、まあ要は撃ち殺す、はいはい、これをもうスポーツとしてやってるのがキャンドハンティングっていうのがあって、うん、これすごいんですよ、あの南アフリカで10億ドルの規模の一大産業になってるの、うん、今流行ってんですね、まあ、要は1200億円の、うん、まあ、市場となってるっていうことで、うん、結構あの一大産業になってると、うん、要はすごい、これどういう人がやるかっていうと、まあ、要は富裕層だよね、うん、まあ、すごいお金を持ってて、うん、で、まあ、狩りをしたいっていうような、うん、まあ、ちょっとなんて言うんだろうな、まあ、動物愛護団体からすると相当よくねえだろうっていうようなことを言われ続けてるんだけども、うん、だって害獣でもなさそうですよね、ライオンとかヌーだと害獣とかじゃないんですよ、ね、あの結構さ、うん、皮を剥ぎ取ったり、まあ、白線したりするみたいな狩猟の方法がある、あ、うん、それを、まあ、なんて言うんだろうな、その南アフリカっていうのはちょっと特殊で、うん、あのそこの地域っていうか、うん、あの土地の所有者がその土地内の動物を所有権を持ってるっていう考えなの、へえ、だから、うん、その土地の持ち主が、うん、その、まあ、動物を、うん、なんていうの、増やして、うん、でそれで要は殺す専用の動物たちを、まあ、作ってると、へえ、だもう何食われるためとか、うん、まあ、何その皮を、ね、うん、なんか服に使うためじゃなくて、うん、ただ撃たれるためだけに動物が、うん、そう、あの育てられてるっていうような、まあそうそう、だから動物愛護の考え方からすれば相当ふざけんなみたいな話だと思うんだけど、うん、まあ、さっき言ったようにすげえ市場規模になっちゃってて、うん、まあ、要はブームに近いぐらいになってると。で、まあこれで結構すごいのが、うん、なんかね、もうちょっとほんとゲームみたいになってきてて、スポーツというか、うん、あのさっき言ったライオンとかヌーの中でも、うん、その個体によって、うん、特典じゃないけど値段をつけてるのよ、うん、で、あの白いライオンとかさ、いるじゃん、うん、特殊な特別なんていうんだ、ああいうの、突然変異的なやつ、うんうん、みたいなのは、すごい得点高いみたいな、でヌーだと金色、うん、黄金色に輝く毛が生えてるヌーとかがいるんだって、うん、でそれがね、まあ、これ写真あるんだけど、うん、まあ、こういうなんて、かっこいい、ちょっとそうかっこいいっていうか、うん、結構珍しい、で白いライオンとかもね普通にいるんだ、ボスじゃん、そうそう、完全、まあ、完全ボスだよね、うん、でこれをまあそれを狩ることに、うん、
まあ、値段をつけていって、うん、普通の、まあ、ライオンだと数十万だけど、うん、ホワイトライオンは、まあ、1頭倒すのに300万とかかかるとかっていう、うん、まあ、要はでも相当な金持ち以外は参加できないような、まあ、そりゃそうだ、うん、やつなんですよ、うん、で結構そのさっき言ったように、まあ、お金持ち集まるから、うん、このツアーみたいのがあって、うん、それもすごいあの14日間にわたり高級なバンガローでグルメ料理を味わいながら狩りを楽しむみたいな、うん、なんかもう結構やばい流れできてんだって思うよね、うん、高狩りみたいですね、うん、昔のね、そうそうそう、うん、もうだから完全に富裕層の中ではその動物を殺すっていうのがもうトレンドじゃないけど遊びとして成り立ってるっていう現状がまああるんですよ、はいはい、うん、でまあまあそれはもうしょうがないというかそういう、うん、市場もできてるし、うん、まあなんていうの俺らがどうこういうような問題ではないっていうのもあるんだけど、まあね、うん、あの実はもっとこれって今まあ一般的な情報なんだけど、うん、もっと実は知られてないうん、とんでもない狩りが流行っているっていう噂があるんですよ動物以上に、うん、なんだっていうのも、うん、まあ、場所、うん、行われている場所が、うん、まあ、ブラジルなんですよねブラジル、うん、まあこれからなんだリオ、うん、五輪だっけ、うん、ありますねとかあるし、うん、まあ結構もしかしたらね聞いてる人も行く予定が、うん、あるかもとかってこともあるんで、ね、ちょっとあの話として聞いてると、うん聞いといてほしいなっていうのがあるんですけども、うん、まあ、ここはね本当に、まあ、立ち入り禁止ですよあのブラジルの中でも、うん、まあ、サンパウロっていう、はいはいはい、まあ、結構有名な都市があるんですけども、うん、そこの中でも、うん、あのまあ、ちょっと郊外のところに、うん、あのさっき言ったようにシューティングレンジってわかるかなあの銃を撃つための場所がある、うん、あのさほら射撃場みたいなあるじゃない、はいはい、ありますあります人型のあの紙に向けて撃つみたいな、うん、そういうののすごいところがあって、うん、広い場所が、うん、あのまあ拳銃普通の拳銃はもちろんのこと、うん、ライフルから自動小銃とか、バズーカとかも使えたりそうだからまあ要は軍隊が使うような銃とかも撃てるみたいな、うん、そういう場所があるんですよ、うん、でそれがまあちょっとしたガンマニアの間では、うんちょっと有名になっていてバズーカはねすごいですねまずだから、うん、他ではできないからね、うんうん、っていう意味でまあそういうガンマニアは、うん、そのブラジルの射撃ツアーみたいなのがあってそれに参加するっていう、うん、まあことがあるらしいんですよ、はいはいうん、でただその射撃ツアーにもいろいろあって、うん、結構怪しい業者とかも入ってると、うんうん、で、まあ、その中にさっき言ったように何動物を、うん狩るみたいなことをやるところもあれば、うん、軍人元軍人からその射撃の、やり方をちゃんと教えてもらうコースとか、うんはいはい、いろいろあって、うん、でまあちょっとさっきの動物に関して言うとサンパウロとかはダメなところもあったりするから、うん、まあ本当はやっちゃいけないとかっていうのね、うん、あるんだけど、まあ、その中で、うん、ガンマニアの人っていうのはいろいろやってたら、うんあのまあ常連になっていくわけですよまあそれはそうだ、うん、でまあそこに行き続ければ、うん、現地の人に、うん、こんなのあるよみたいな、うん、言われることがあって、はいはい、でそれが、まあ、さっき言ったようにちょっと今度は動く標的を撃ってみないかみたいな、うん、っていうことでその、まあ、動物、うん、その射撃場でしかやったことない人は、うんまあ、動物をちょっと撃ってみないかっていうことで誘われて、うん、対生き物に対してってことですよねそうそう、うん、でまあそれに乗る人は乗って、うん、でどういうとこ行くかっていうとなんか牧場みたいなとこ連れてかれて、うん、まあ何この後、うんまあ、肉になるよっていう牛とかをまあやるっていう、うん、まあそれが一般的なところなんですよ、うん、その誘われるレベルででこれを実はその牛を殺すみたいなことに、うん、結構快感になるらしくて撃って命を奪うことに対してその要はなんて動くものを撃つっていうことに関してどんどん楽しくなってくると規則的じゃないですからねそうそうだからやっぱそれを一回覚えちゃうとあの、うん、止まってる紙の、ね、人間のやつとか撃っても楽しくもなんともないっていうふうになるそうなんですよ、うんまあ、そうかでまあそうなるとどんどんやっぱ上を求めていくっていうのがあって、うん、でまあこれやっていくうちに、はい、今度はガイドっていうかねまあ、そういう射撃場とかでやってる人から、うん牛を、まあ、殺すようになったっていうのが
まあ、知れ渡るというか、うん、あいつちょっとよく来るなっていうようなのが、うん、顔が知れ渡ったらまた来たなっていう感じで、うん、こう仲良くなっていくわけよ、はいはい、でその時にまああの新しいツアーを紹介されることがあるらしいんですよ、うんうん、でそれが、人間狩りまんまだなツアーというか、うん、ツアーっていうかねまあ要は動物にもう飽きてきたら、うん、次はもう人間しかないぞっていう話になっていくんですよ。でもね、意思の疎通できる相手じゃないですか、うん、鳴き声じゃないですし、うん、人間なんてちょっとねっていうかまあそもそもそんなことできんのかって思いません？そうそうそう、うん、かなり嘘くさい話なんですけど、うん、誰打つんですかそもそも。これがですね、うんまあ、さっき言ったサンパウロとかの大都市の中にはさすがに無理なんですけども、うん、あのブラジルってすごい貧富の差激しいんですよ。すごいですね。まあね、なんだっけ、なんとかほら、うん、シティオブゴッドか、うん、なんかあの映画で ねスラム街の子供たち描いたやつがあるんですけど、そうそうそう、うん、子供が銃持って撃つっていうやつなんだけど、うん、まあそれぐらい貧富の差がすごくて、うん、スラム街とか行くとかなりひどいんですよ、うん、現状がね。で貧民たちは山の斜面とかに不法占拠というかして、うん、なんかあの家を作るというか、うん、でそこをファベラっていうんですけども、うん、ありますね。まあ、そこが、まあ、いわゆるギャングの、うんうん、あの隠れ家というか、隠れ家というか、うん、まあまあそういう支配されちゃってるんだよ。でも普通に知ってるらしいですね、こいつはギャングやっていうのね。あ、そうそう、ね、っていうかギャングが実は警察とかより力持ってたりするんだよ、ね、うん、でまあ、要は治外法権になっちゃうのよ、うん、そこがどんどん警察は近寄らなくなって、はいはい、そこで起きたことは目をつぶるっていう風になっていくと、うんうん、となると、うん、もうこの場所は要は国はねあるけれども、うんまあ、何が起こっても目をつぶられる場所っていうことになってくると、うん、だからもういわゆる僕らの知ってる常識はもう通用しない場所なんですよ、はい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 、ファベラっていうところは。でそこで、まあ簡単に言うとそこに住む黒人を、うんまあ、襲撃するっていうのを斡旋する業者がいると、うん、で、まあ、そこに住んでいる、一家を全部、うんいきなり踏み込んで、うん、要はスワットみたいな感じで踏み込んで、うんまあ、好きなだけ殺していいよと、うん、でそれを殺す時にはギャングが護衛として必ずついて、でギャングは、まあ、あくまでメインじゃなくて、メインはそのお金払ってる富裕層の人だから、うん、だけど、まあ、その安全確保のためにギャングが、うんまあ、そこに入る、はいはいはい、でもその人たちからしたらいきなり踏み込まれるから、うんまあ、抵抗のしようも何もないんだけど、うんまあ、一応念のためっていう、うん、でこれすごいのが、うん、そんなことしたら近隣の家とか、うんまあ、家族とか大変じゃんって思うけど、うんまあまあね、そこってやっぱり貧民街っていうのはお金が大事になっちゃってて、うん、まあ先に口止め料払うんだって、うん、その近隣の人たちとか家族にも、うん、だからもう殺されるのはみんなもう分かってて目をつぶるというか、うん、っていうとんでもない場所があると、うん、でまあその中でも選ばれるのはなるべくつつましく生きている人たちみたいな、うんまあ、要は抵抗しないからっていうね、はい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 、危なくないっていう意味で銃とかを持ってないようなそうそうがまあ狙われると、うん、でまあ結局その、殺すのも、うん、あの本人たちその富裕層たちがメインでお金払った人がやって、うん、後処理はギャングがやってくれると、うん、っていう、まあ、とんでもない場所が、うんまあ、存在しているっていうね、うん、のが、まあ、そのさっき言ったサンパウロの、はいはいまあ、郊外にあるっていうところなんですよ。でこれ、うん、さっきも言ったようにやっぱどんどんエスカレートして常連が出てくるとか、うん、できてくるんですよ。でこれねやっぱ怖いのが、うん、そのどんなやつが結局それに参加するんだっていう。そうそう、それは気になってたずっとでしょ、うん、どんな金持ちが。そう、うん、これねあのまあ、さっき言ったように、うん、ゲーム感覚なんで、はいはい、人数とかも数えてるんですって。要はハイスコアを、うん、取るようなっていうような意味で、最初言ってたようなポイントみたいなことを。まあまあそうそう、うん、だからさっき最初のやつは動物は値段だったんだよね、うん、あと貴重性とか、はいはい、今回の人間狩りの方は、うん、
あの人数なんですよ、うん、でかけるそうだからいかにその何人、その1回のやつで殺せたかみたいなこととか、うん、あとまあ全部の合計、うん、今まで参加した人の中で合計どれくらいやったのかみたいな話になってくるんだけど、うん、これの1位の人は、うん、コロンビアの医者らしいんですよ。そこまで出てるんですね、うん、コロンビアの医者が29人虐殺したっていうことで、まあ、ハイスコアみたいな。どんだけ金出してるんでしょうね29人に。で1回の踏み込み、まあ、1回のツアーというかね、うん、そのパッケージで相当な額を払わなきゃダメらしいっていう、うん、ちょっと値段はね分かんないらしいです。多分相場はがあるんじゃない、そのツアーのね、うん、でまああれに変動があると思うから分かんないけど、まあね、でもまあさっきの動物ですら何百万っていう額だったから、うん、これ人間だったらね、まあ、やっぱ相当な額払えないと、うん、いや俺もっと安いんじゃないかなと思うんですよ。あ逆にね、逆にまあまあそうかもね、うん、ギャングに払うお金だからね、そう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 言ったら、うん、その対企業じゃないので、そうそうそう、もっと安いんじゃないかなと思いますけどね。まあでもそうなんですよね、うん、結局だこれ怖いのはさ、うん、要は表舞台では人の命を救ってる人が、まあね、医者がね、裏では、うん、その手で殺しまくってるみたいなね。ほんまのブラックジャックっすね。じゃあそうだよねブラックジャックっていうか最悪やなそいつ、うん、いやでこれがまあその、うん、なんていうの、ガンマニアは、うん、まあガンマニアの時点結構お金持ってる人が多いと思うんですけどね、まあ、あの手入れとかね、興味、うんうん、持って手に入れられてツアー参加できる時点でそこそこのお金持ってると思うんで、うん、そりゃそうだ。まあそこに興味持つこと自体は別にいいと思うんですよ、うん、その何シューティングレンジってその、はい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 、撃ってみたいとかっていうのもね、うん、まあ分からなくもないんでいいんですけど、うん、まあそれがちょっとエスカレートしていくと、うん、結局こういうとんでもない、まあ、ツアーというか、うん、ハンティングの方に転がっちゃうと危険なので、まあ、気をつけてほしいなと、はいはいはい、でこれやっぱりかなりのリスクありますからね。自分がやられる可能性ってもちろんありますから。ですよね。その要は調べでは銃持ってない家族だよって誤信としてね持ってる可能性あって、うん、そうなんですよ。逆に撃たれる可能性もあるわけじゃないですか。そう。そのハラハラすら、まあ多分そうだろうね。いいですかね。うん、さっき言っただってライオン狙うやつなんかも、うん、もうそうだから ね、まあ、ね、リスク相当あるし、うん、だやっぱそのスリルを求めていくと人間こうなっていくんじゃないかと、うん、どっかで人間殺したいという本能があるのかもしれないけどね、はいはい、うん、まあそんなところでオリンピックしようとしてるんですよ、うん、いやまあね結構怖いですよね、うん、だからそれ言い出したらね日本だってねまあまあまあそうですけどね、まあまあ、うん、触りますから。日本とのもう治安の悪さのレベルはもうちょっと、まあね、違いますからね、ブラジルに関して言うと、うん、確かにね、うん、っていうことで、ね、まあこういう知らなくてもいい世界ですけども、お金持ちの遊びで言うと、うん、あんまり言えないんですけど、うん、ちゃんと詳しい話は聞いた話なんですけど、うん、これに乗せてくるの全然いいです。詳しい話しないで大丈夫、うん、子供の成長を、うん、見守る、うん、集団というかイベントがあるんですよ。うん、子供の成長ってじゃあどのようなって思うじゃないですか、うんうんうん、捨てられた子供で、うん、なるべく可愛らしい子を部屋に軟禁して、うん、その子は育っていくのを見るんですよ、うんうんうん、でいくつ捨てたかな、12か13超えたら、うん、寝付けしていいみたいな、うんうんうん、で見ている人が、まあ、値段つけていって、うん、何歳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 っつってオークションで、うん、その子の1年間を買えるんですよ。ほう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 、うん、で彼らが軟禁してるじゃないですか、うん、軟禁してる部屋に1年間入っていい許可が下りるんですね。はあ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 、だから軟禁してる人たちは、うん、その、1年間のお金払った人たちと人とその女の子が絡むところとか見られて、うんうん、次は俺の1年だ、次は俺の1年だみたいな成長を、はあ、なるほどね、まあ、人間の一生を買っているっていう、はあはあはあ、で俺が話聞いたのは28でその部屋から出られて、うん、でもよそのことなんて全く分かんないじゃんね、捨てられたんですよね。もう28でいらないから、うんうんうん、新しい子が入ったからみたいな、うん、で捨てられて、でもう本当何も分かんないです、岸本さん言うようにね、うん、何も知らなくて、うん、よそに出されて、まあそういうまあ
なんていうんですかね、警察とかに言うような知識もないですから、うんうん、なんか今病院通ってるんですけど、うんうん、まあ、そこでも軟禁されてるんですけど、病院でもね、まあまあそうだろうね、うん、そういったやっぱ息がかかってるところなんで、でそこで1年間を買った男の人がいて、うん、その人と俺話したことあるんですけど、うんうん、やっぱちょっとどっか狂ってて金持ちなんですけど、むちゃくちゃ、うんうんうん、あんま自分以外の人のことでやっぱりその人のこのその子のことも商品って言うんですよ。名前で呼ばないんですよ。もうそうだろうね、うんうん、商品 A みたいなこと言うんですよ、うんうん、なんかナンバーで言うんですよ、ね、怖えな、うん、だから日本でもね全然やべえのいっぱいあるんですよね、うんうん、金持ちのなんかまあね、うん、あんま詳しくは言えないけ ど, あの本当にある一部の層の人間って本当に何しても許されちゃうレベルまで来てる人いるからね、うん、まあね、うん、人買うしなあいつら。そうだね、うん、なんかだからまあ言ったらさ、うん、日本は多分特にそうだけど、うん、そこまでのレベル行くととんでもない金持ちだよ。はい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 、だまあブラジルとかあっちに行くと、うん、多分単価が安いんだろうね、うん、俺聞いたやつだとね、うん、あのフィリピンかな、フィリピン、はいはい、だと、うん、人殺すの頼むの20万で足りるっていう、うんうん、ああ安っ、え、そうで日本人を殺す値段が20万ぐらいっていう噂だよ、日本人を、日本人を、あ、人種でまた差あるんですか。多分あると思う、で日本人を殺すのを頼むのは必ず日本人で、あ、同じ人種に殺させるんですか。あ、違う、フィリピン人に殺させる。あ、そういうことか。で、はいはい、ね、フィリピンが1位なんだって、日本人が死んでる国。へえ、だもう それだよ多分。だっておまわりさんとかが普通に日本人騙してね、うん、刑務所にぶち込むような国ですから。そうそう、で売春がすごいから、あ、そうそうそう、それで餌におびき寄せて、うん、そこで暗殺するみたいな、うん、そういうパックがあるんじゃない。しょいなおい。ミャンマーで人買うの2万らしいですよ。もういいよ、もう乗せてくとちょっとエスカレートしちゃうから、うんうん、やめようか、そろそろジョーク。いつジョーク。まあまあね、テネってやつですよね、テネってやつなんだ。まあ、あくまで僕が言ってるのも、うん、全部都市伝説ですし、僕も都市伝説、まあ知らない、聞いた話ですから、はい、実際に僕がね、売ったわけじゃないんで、うん、ジョークジョーク、そうですよ、うん、まあでもブラジルが危険っていうのはまあマジなんで、うん、もし行くっていうね予定とか、うん、まあ、家族が行くとか知り合い行くっていうことがあれば、そういう行っちゃいけない場所ちゃんと調べた方がいいっていうのは本当のことですから。いいとこはすっごい良くて観光地もなってるんですけど、うん、悪い部分悪い部分であるんだよね、やっぱりね、まあ、全然残ってるし、うん、結構日本のノリで行ったら大変な目に遭う可能性あるんでね、気をつけていただきたいなという感じで、立ち入り禁止久しぶりなの、はい、面白かった、終わらせていただきます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。